方キャラはですね。それでは前方プレイヤー座ってください。そうなりました、いきましょう。攻撃戦イルピギアイグレックアクセントコア決勝戦レッドローク。さあ来ちゃった来ちゃった来ちゃったよ。さあさあギルティギアイグゼックスアクセントバーがどういうゲームだったのか思い出してご覧なさい。最強のエディ使い小川がここに来てついに先方降臨です。そして 2P がその経験その知性そしてその招待無制全てにおいて最強のポジョブキン使い FAB いきましょう。改めて拍手決勝戦銀と銀 VS 千葉のデグ前方小川 VSFM トリル潰して投げて投げが抜ける殺しに行くだが逃れる小川逃れる分身化するトリルスラバーエクステンド。これは怖い。このポジョブキン白で当てて金色になって追いかけてくる。しかし小川は中台を使った巻き込んで中台側ゲートアブル読んでいる。ちょっと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 そういうゲームじゃねえんだけど。さあどうするドリルドリルドリルなか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 起きてみにいけない。しかしタッチブラリネではエリーが圧倒的に有利読んでいる。潰れない待ち込んで固めて中下段同時中段と下段が同時にやってくる。これはすなわちガード不動。そしてタイムがなくなってきた。前に出る AKB しかし下がらせている。下がらせる伸びるカウンターバトン側第2ラウンド開幕間小股に読み勝った小川砂場そして空投げ隙がない砂場砂場砂場大事すぎる三角打っちゃった奥目中段ガード4番中段同時ドリブル同時で騙した騙した騙取れまずは小川さすがのエディ・ポジョブキンこういう風にできていたと言わざるを得ない。さてさてマジャも首をひねった覚えていますか。ベスト8であのエディに敗れた日のことまさかの小川の空投げでマチャボーの貝が地面に突っ伏したあの時のこと俺はよく覚えています。キャラを変えて壇上で相まみえることになりましたこの2人。ここは最大のリベンジチャンス小川抑えるかマチャボーリベンジ達成なるか。いきましょう先方中堅戦小川 VS マチャボー伸びるから早速上に早速巻き込んでバースト使わせる通るいやーこういうゲームだった中下段同時の連携8割空投げで9割ドリルでドットアートをして削っておくこれが小川だまずは一本でジョバー一方バチャボーは強気の空対空から始まるかボールバッティングかけてナンズループ4ランズだがムズイしかしさらに奥手引けた引けてあやられたらやり返す一円ちゃん第3ラウンド上場解決空投げはバチャボバーストより様子見だが空対空ここでバウンド。ダブケ、ショック障害、4点、
力ダジャボ決めるけど残るか残るか残って力ダイロンもう一回固めて我慢できないリベンジ成功さあ来た中堅対決だ高々1年そこらのテスタメントに負ける通りはないテスタメントの価値観それ自体を根底から覆した男がそれがこの少年それまでのテスタメントは罠を使って立ち回りながらじわじわと行くキャラという評価でしたこの男が出たことによってテスタメントのコンボ力火力というものが見直されましたそれだけギルティギアというゲームシーンに残した影響は大きいですこの男少年中堅対決どうかなテスタメントどうかな少年バーサスバジャボーまだ 6K 一発経験が何よりも生きる動けませんブータイチタイク青年当たらない青年に対してやだ俺の網の方が強い5切れ目中断そして裏回りファントム当たらないトラッキチナイトウェア対決して追いかけるかガード取れない左振り起きて止まらないはい最後は差し返していくまずは少年ラインアウト松山王の方が速い追いつけて決まって大幅に起きて起きて当たるカラスがいい仕事いい仕事バックって戻って乗ってくるタイプいけるぞバーストダラボロマジャボーもオーラを持つ男これで一瞬中第7アウト敗北恐ろしい恐ろしいそれで縦にかけますバーストただルーディアを乗っけ止めるナイスレベルだが取れない追いかけるサウゲージャー出さないんだねガサラゲージャーの失敗だが中央ナイスレベル中段ガード避ける取ったこれは残らないか残らない勇気あるジャンプで一人一冊少年がまず後ろに残してチーム赤テイクは初期大会だったしかしこの男スラッシュより追加されたキャラのオーダーソル聖騎士団ソル聖騎士団ソルのトッププレイヤーはどの人間も人間性能が著しく高いそんな中でも今までオーダーソルを使い続けてきた男の一人井上素晴らしいひらめきと感性直感力の持ち主ここまで来ました中堅最小戦となります行きましょう中堅最小戦少年 VS 井上あっないこれは見逃さないコンボも完璧追いかけて追いかけて粘着する粘着する600どうする青出たわけで余裕が続きましたまずは井上第2ラウンドファントムゆっくりゆっくりもう話し合おうただやだ少年そう見せかけてすぐにコンボ入れる何を誘うこれはゾンビ6回
上がり足、足上げで、しんどいよ、いいだろ、いやー、ここでこのテレートが、いよいよあってこうなった、しんどいね、まず、こうってる、プレーで、ロッキャー強い、そしてここも、ここも釣った、さて、バックポイントはディートケン、ナイザーラウト、みんな離れて、ラダン、突っ込んで、ロック、ダイブ、リバウンド、失礼だよ、ダダン、災害ではない、アドリブで、マスターオブパフェクトまで、ミーラベル、ダダン、ヘルミエ、ダゲ、ファイナル決勝戦大将戦に移行します。いい時大将で出てくるのは関西地域、いや西日本最強のマルチプレイヤー RS。 この選手はストリートファイター4全国優勝で正面戦士 RS。 ミルキーファイトの大井は絶対スタジオ完全な状況判断能力、かいくぐれるか、大将戦になります。行きましょう、攻撃戦決勝戦最終戦 RX VS 井上、早くいいハイスタート、ラインを上げる RX、ラインを上げるカウンター装填バスト、ジョーラジョーラが通る、どうする、ストリルバックバックキラッボール刻んでラインを上げる、ミラが立ってドットリブレリブシェ削りを回避、さあどうする、フラワーが上げて三角マッチポイントはゲイトケア IG、ラインアウト、ドイル、ポイント投げて、バックダウン、ラインを上げるアレフ、厳しい、足払い、ワンバーライショー、勝負くれ、足払い、2杯、上から、詰める、ロック、詰める、こすった、バックボールライン、単価が高い。ファウストは単価が高い、寄った、これは高い、押さえてガードしている、こなさない、どうする、どうする、ラインを返していく RF、 投げたのは RF、 ごめんダブル、カウンター、開けました、これで1位じゃん、両者マッチポイント、ライトラウンド締めていく、井上受けに回るアレフ、相打ちドリル、そうではこれはガード、ダブル、これもガード、お互い単発攻撃がでかい、一発ずつ一発ずつ与えていく、中段ガード投げたー、バースト、ここでリード井上、どうする、うわー、うわれた、中、人間、起きてみろ、中段